皆さんこんにちは、星京香です。よろしくお願いします。8月に入ったということで、一つ告知したいことがあります。しんくんとスマイルリンクの近井拓人くんとアクターズの卒業生の中山くるみちゃんも出演する9人の乙女氷雪の門の劇に私も急遽参加させていただくことになりました。ありがとうございます。私のその役はその9人の乙女の電話交換手の一人の志賀春子っていう役なんですけど、すごいセンシティブな、内容で本当にあった戦争のお話なんですけど、すごく知っていればなんか戦争に対しての気持ちとかすごい自分の中でなんかやっぱり戦争って起こしてはいけないことなんだなっていう気持ちに改めて強く感じたのでぜひ、8月の18日と19日、木曜日と金曜日なんですけど、ぜひゴールドストーンの方で、やるので18時半からオープンで19時に開演になります。ぜひお越しください。お願いします。それでは聞いてください。キャラクターちょっとなんかもう暑いんで。
ちょっとゴミが来てるやべえ、同じ。